どうもこんにちは、カミカミです。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。スワップルールですね。スワップルールはまずどっちからといったところだが、テトリスからスタートする。テトスタートで、こちらが開幕 PSD に対し、相手がパフェを狙ってましたね、今。アイラッシュと聞こえたんで、パフェを狙っていた。はい、ルージェイルージョン、ルージェイルージョンで、どん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 火力を。で、T スピンダブルが、操作当たる。こちらの T スピンダブルの火力もテトリスで操作当たる。さあ、ここで操作当たらなかったぞ。ちょっと穴バラが来て、これいらないしてから、テトリス仕込み。テトリス仕込んだけど、ちょっとその後の、形が、まあ、あまりいいとは言えないので、一応有利だけど、まだまだ全然油断できないですね。さあ、こちら高めの青ハッカ。青ハッカにして、紫で、おっと撃ってしまった。これはミスか？さすがにミスでしょう。5発火していき、先打ちの6連鎖になってしまった。それに対して相手は、後打ちの7連鎖ですね。しっかりテトリス側で受けてからの後打ちの7連鎖なんで強い。さらに、テトリスでも軽く送っているんで、これは辛いか。ギリギリ耐えてるけど、辛そうだな。1ライン。いやー、なんとか掘れたか。ギリギリ掘れて、エルミノ置いて、ティーミノ、おっと間に合う。さあ、テトリス仕込みまで間に合ったんで、これはまだわかんなくなったぞ。さあ、なんとかテトリスで耐えてって、相当不利だったのをなんとかしていく。連結2連に対し、相手が、2ダブでしたね。まあ、こちらコンボ付きだったんで、こちらの方がでかかった感じかな。やっぱりコンボ強いですね、本当に。2ダブより連結2連の方がでかくなる。コンボつくだけで。さあ、相手が、4ダブからの5ダブだったか。4ダブ、5ダブに対し、こちらが7連鎖。これはこちらの方がだいぶでかいですね。だいぶでかい。まあ、あんまりその、テトリス側に送られる火力っていうのは、同時消しはあんまり影響しませんから。連鎖数が物を言います。さあ、2発仕込み、これは強い。T スピンダブルからのテトリスの、これ、通称2発仕込みという技ですね。ザップにおける、まあ、戦術の中でもかなり最強格レベルに強い。強い戦術であります。さあ、さらにコンボがついて、コンボ5連。コンボっていうのはその5連鎖までつくんで、まあ、5連鎖まで、打つと効率がいいですね。しっかりコンボがつく5連鎖まで。打って、受けてからこちら、コンボ付きのテトリスって、相手が、ジェミノの置きミスかな。ジェミノの置きミスが致命傷になって刺さる。まあ、連鎖数でも勝ってた上に、連鎖数じゃないか。コンボの、火力側はついていたので、それが、プレッシャーになったかな、多分。まあ、引き続きこちら STSD を構えていたので、まあ、依然と有利でしたね。相手の置きミスがなかったとしても。さあ、これは相手の隙を見て連を組んで、さらに下に直列があるんで、だいぶ強い。これは大仏だぞ。大仏。さあ、J ミノ、L ミノ、S ミノ、Z ミノ、S ミノと連が繋がりそうですね。4列。それに対して相手は I ミノの仕込み。それを見てカウンターを組んでいる。紫ハッカ。紫ハッカで、1、2、3、4、5連鎖、黄色入れて6、だったけど、ちょっと冷えずに、妥協ハッカの3連鎖になってしまう。まあ、ちょっと不利になりましたけども、しっかりコンボつけて、コンボ付きの連が強い。8連、9連、10連のコンボ、11連のコンボ、12連のコンボ、13連目でコンボが途切れてしまったけど、13連目のテトリスからの14連まで。いやー、これは強いですね。まあ、相手のしっかり隙を見て連を積み込んだのが、勝因になったかな。まあ、さらにね、その下穴も直列で来ていたので、まあ、うまうまでしたね。穴が美味しかった。さあ、これは、TSD が操作当たって、T スピンダブル、バックトゥーバック付きの T スピンダブルの攻撃をバックトゥーバック付きの T スピントリプルで返される。まあ、当たり前だけど T スピントリプルの方が火力がでかいんで、返されましたね。これ、S ミの先読みです。T スピンダブル、テトリスで、さらにそっからの T スピンダブルの先読みだった、今。まあ、かなりね、見えず、あの状況では見えにくいかもしんないけど、先読みには先読みと。千鳥格子という技ですね。さあ、これ、縦3多めで、
赤ハッカで二段掘りしている。緑からちょっとあわよくば伸ばそうとしてるけど、ちょっと厳しそうなんで、ハッカしましたね。で、相手もハッカしている。赤がちょっと飛んでいるんで、6ダブか。6ダブに対し、6連鎖なんで、まあこれもあんま変わんないですね。あんま変わんないけど、相手のコンボ付きのポリレンが強い。さあ、シングルナイズアタックで、なんとか総裁。こちらもホリレンがまあまあ続いたんで全然問題なかったですね。2ライン消し。さあ相手の4列連チックの構えが強いけどどうだ？でも地形がいいとは言えないですね。あまり地形がいいとは言えないんで全然まだまだわかんない。しっかり4列連を組まれていたらまあ圧倒的不利でしたけど。さあこちら、紫ハッカー。緑ハッカーにして高い。これはまあ埋められる心配はないでしょう。さあ相手はもう限界だと。感じて、緑で発火してくる。6連鎖かな。5連の連結、5連鎖目の連結プラス6連鎖目の連結。それに対し、こちらは普通に発火して8連鎖。18ライン、20ライン以上火力が飛んでるけど、どうだ？相手の連が、まあ、一応繋がるか。繋がるんで耐えれますね、これ。耐えれる。こちらが火力を食ってるけど、まあ問題なく耐えれますね。しかし有利。一段強振って、さらにこちら、あいみのの仕込み。相手も2ライン仕込みがありますね。単発打って。さあ、コンボ付きの2ダブ。さあ、それに対し、コンボ付きの3ダブで返される。コンボ付きなんで返りましたね。やっぱり強いな、コンボ。さあ、どうだ。しかし、まあ、状況的には僕5部かな。さあ、赤ゾロ多い。赤ゾロ多くて、ちょっと組みにくかったが、おっと、エルミノの置きミスしてしまう。これは痛い。相手が6ダブに対し、こちら5ダブなんで、ちょっと振る。さあ、エルミノの置きミスからちょっと不利になってしまったぞ。シンメトリパワー、シンメトリパワーで操作やってって、相手が4列連組んでいる。さあ、これは強い。あいみのから、繋がりそうですね。繋がりそうなんで。まあ、仕込みでは有利だけども、ちょっと、状況的に、全体的な状況を見ると不利ですかね。連は非常に強いんで。なんで、プヨ側でしっかり連鎖をしていきたいところだけど、相手がもう限界と見て、紫発火してくるか。発火してくる。さあ、こちらも発火していける。これちょっと繋がってないっすね、緑が。緑が繋がっていない。5連鎖に対して5連鎖だと、この連が厳しいですね、やはりね。コンボ付きの連めちゃくちゃ強いんで。あ、プヨ側の連鎖数で勝つしかなかったかな、今のは。ちょっと緑繋がってなかったですね。まあ、仕込みでは有利を取っていたので、プヨ側でやはり上回るなきゃダメな試合だった、これは。さあ、DT4 で、搭載外されてセットリス用される。こちらは、今度はこちらが4列連チェックに組んで、さあ、これ繋がるか。S ミノ、T ミノ、L ミノ、O ミノ。ああ、繋がりそうですね。J ミノ、S ミノ、I ミノまで。S ミノの9連から I ミノの10連まで。I ミノが、2ライン消しなんで、強いですね。さあ、9連目のシングル消しだけど、連が繋がっているんで、1段強振る、でかい。普通にでかい。こちらがサブマリンですね。サブマリンで、相手が、まあ、カウンターチェックの、赤ハッカか、赤ハッカ。それに対して、こちら、青ハッカしっかりする。これはどうだ？さあ、10連目のコンボ付きの火力が強い。テトリスにせずに、T スピンで火力を保持した状態でいきましたね。さらにドネイトで、T スピンダブル。しかも、プヨ側の連鎖数が10連鎖あるんで、これは相当有利。かなり、テトリス、T スピンダブルと効率よく火力を送って刺していくと。相手の連鎖数が何連鎖だったかな？多分6連鎖だったかな？ 6 連鎖に対し、まあ、こちら、10連鎖あったのと、コンボ付きの10連目の、2ライン消しの、あいみの2ライン消しが強かったですね。まあ、プヨ側でも圧倒的に連鎖数が上回ってた上に、テトリスでもかなり火力をどんどん送っていたので、コンボ付きの。それがまあ、完全に勝因になった感じですかね。まあ、その25秒、まあ、邪魔されない場合を考えると、開幕ぷよぷよのまあ、連鎖数だと、だいたい10連鎖ぐらいですかね。10連鎖ぐらいが安定するようになれば、スワップルールはまあ、かなり、いいとは思いますね。
最低9かな、最低9連鎖を組めるようになりましょう。で、まあ、平均が10連鎖ぐらいになれば、基本的には開幕ピオスタートは大丈夫なんじゃないかな。まあ、他にもいろいろもちろんあるんだけども、ぷよぷよでやることはもちろんいろいろあるんだけども、連鎖数的な面で言えば、大体そんぐらいですね。なんでまあ、開幕ピオ10連鎖を安定させるようにしましょうということですね、スワップルールは。はい、じゃあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。